ようございます。ミルキーでございます。皆さん今日のお目覚めはいかがでございましょうか。ってことで本日はね、見てください、ガーン真っ昼間と言いますか、今はね、3月31日1日木曜日の午前9時半でございます。仕事もしないで何やってんだって感じですけど、ちょっとね、諸事情で私はね、ちょっとこれからしばらく家をまた開けるんですね。まあちょいちょい開けてるんですけど、それは全然ね、いいんです。ただね、とってもね、このまま家を開けるのはもうどうしても心残りがあって、本日はね、朝ビール動画を撮ろうと決心しました。ってことで本日のビールは、やっとゲットしたあの話題のビールって言ってもね、私が自分でゲットしたわけじゃないんですよ。ゆっこさんありがとう、ゆっくり寝てね。ってことで本日のビールはこちら、ドンタバタでございます。裏通りのドンタバタ、これすごいよね。やっぱこういうヤホーブルーイング、まだ飲んでないんだけど、売り方がうまい。やっぱね、そこはね、すごいですね、マーケティング。そう思う。そこにね、私は惚れました。飲んでないけどきっとね、美味しいと思います。ってことで本日はこれを飲んじゃおうと思います。いや、実はね、手掛けでもういろんなものを片付けちゃってね、動画を撮るいろんなものがないんですよ。三脚も閉まっちゃったし、香りはね、普通のビールだよ。普通のビール。っていうか、これは何のあれかな、分類すると何になるんだろうね。ゴールデンエールだ。フリースタイルベルジアンゴールデンエール。ベルジアンっていうことはなんかあれなのかな、ちょっとベルギーっぽくて甘いのかな。ベルトの風より胸の鼓動。これ偏愛というものかな。偏愛は生き様そのもの。好き、おう、おう、読みません。伝統的なベルジアンエールをモダンに再構築した、フリースタイルベルジアンゴールデンエール。フリースタイル、なんかあれみたいだね、ボードみたいだね、よくわかんないけど。で、この裏通りのダバダっていうのは本当にお店があるんだけど、これは実店舗というか、実店舗じゃないというか、テンポラリーのお店があるみたいです。都内4カ所、原宿だと表参道とか裏参道とかなんか言ってたんだけど、まあ西の方ですな、東の方にはないらしい。ってことでね、これからまあ飛行機乗らなきゃいけないんで、とりあえず飲んでしまいます。本日もってお疲れてないね、まだ朝だから。本日もおはようございます、乾杯。ガン、なんと言ったらいいんだろう、なんと言ったらいいんだろう、まあこれがベルジアンスタイルですよって言われればそういうことなのかな。軽快なウッド、こうウッドの香りが複雑に立ち上がるって書いてるんだけど、ちょっとそれはわからない。わからないものはね、知ったかぶりしても、しょうがないので、言います。わかりません。全体的にね、まろやかっていうのかな、みずみずしいっていうのかな、私の、感想はですね、酸味とか苦味がまろやか、程よい、ゼロではないけれども全然きつくない、甘みもね、軽い、ほとんど感じない、若干感じるぐらい。多分これはね、苦味とか酸味を抑えてるから余計甘さがちょっと際立ってんのかなって。まあまあちょっと、でもどうなんだろうな、甘さ
ですね。甘さに注目して飲むと甘く感じますね。私だけ。これはね、その例えばヤコブルイングの他のビールあるじゃない、夜な夜なエールとか水曜日の猫とか、そういうのに比べるとビールそのもののインパクトは正直薄いと思います。ただこのビール自体、これのインパクトっていうのは相当すごいよね。あのもうほら、どんだバダ見つけました、どんだバダ売り切れてました、どんだバダのお店発見しましたとか、その話題性はねすごいと思います。ちょっとね、この私ね、ペテンシーはね、来月行政書士が集まるところでマーケティングの話をすることになっちゃったんですね。なのでちょっと私のね、ペテン節がね炸裂するんですけど、もうその時の参考にしたいっていうぐらい、やっぱこれはねすごい、この話をね勝手にしちゃおうかななんて思ってます。やっぱ美味しいんだけど、今までのそのヤホーブルイングのビールっていう風に考えると、これといったねインパクトにはちょっと欠けるかなっていうのは正直思いますね。あーうまいっていうかさ、あそり朝ビールは美味しいよね。私も思うんだけど、朝ビールをやるとね、どうもこのねインスタグラムとかフェイスブックとかね、YouTube のね運用側から嫌われるような気がするんだよね。あの悪い習慣をやってる人はなんかほら排除するみたいな、ふざけんじゃないって感じなんだけど、まあ結果どんだまだ、ちょっと乗り遅れちゃったけど、とりあえず飲めてよかった、ね、この話題のビールを飲めてよかった、パッケージやばい、マーケティングすごい、ビールの味はうまいけど、その他のヤホーブルイングのビールに比べるといまいち、これといったこうインパクトをがちょっと私はね感じられなかったかなっていうのがまとめでございます。ってことで、これからね飛行機乗んなきゃいけないんで行ってきます。本日も美味しいビールありがとうございました。皆さん頑張ってお仕事してね。 See you、 またねー。